広場でロジャーから何かを受け取った者たちが確かにいるとは思うがね、君のよく知るシャンクスもその一人。なんだ珍しいな、旅の船か。ヤソクって男の評判を聞いてきたんだ。ん？俺はシャンクス、海賊だ。命かけろよ。ピストルを抜いたからには命かけろよ。何言ってやがんだてめえ。そいつは脅しの道具じゃねえって言ったんだ。みんなぜ。ピストル抜いたからにゃ命かけろよ。そいつは脅しの道具じゃねえって言ったんだ。失せろ。おい泣くなよ、男だろ。だってよ、ヤンガル。イーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。船長のあの言葉を俺たちは覚えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。よう、鷹の目、これは珍客だ。俺は今気分が悪いんだが、勝負でもしに来たか。ふん、左腕を失った貴様と今さら決着をつけようなどとは思わん。後ろへガキの話。来たか、ルフィ。半端な覚悟じゃ、あの男の前で意識を保つことさえできねえ。相変わらずすげえ覇気だ。わかったか、アウンドラ。俺に指図するなんざ100年あえよ。両軍、被害は無益に拡大する一方だ。まだ暴れ足りない奴がいるのだ。来い、俺たちが相手をしてやる。どうだ、ティーチ。いや、黒ひげ。海賊について話が。